6月1日、弘前大学理工学部1号館で、日本科学会科学グランプリオリンピック委員会オリンピック小委員会と弘前大学教育学部が共同で実施した国際大会交換グッズ高校生デザインコンテスト in 青森および第56回国際科学オリンピックユニフォームデザインコンテストの表彰式が行われました。国際科学オリンピックは1年に1度開催される科学の国際大会で、今年は7月21日から30日までの10日間サウジアラビアのリヤドで開催され、日本代表として高校生4人が出場します。今回行われた表彰式では、はじめに日本代表の生徒と引率の先生が着用するユニフォームのデザインコンテストで最優秀賞を受賞した弘前大学大学院博士課程2年の孫行義さんが表彰されました。私のデザインを選びましたのは本当に感謝します。参加者の高校生たちは、何か応援したいという気持ちを持っていて、皆さんは試合の時冷静的な判断できるのようなデザインしたいです。そしてこのデザインしました。シンプルな G と化学式の P と一緒にデザインしました。そして日本っぽいの色を選びました。はい。続いて第56回国際科学オリンピックサウジアラビア大会に参加する日本代表の高校生4名が、大会期間中に諸外国地域の代表生徒と交流する際に使用する交換グッズの表彰式が行われ、応募のあった33点の作品の中から優秀賞が2名、最優秀賞として黒石高校2年の笹葉月さんの作品が選ばれました。自分の作品がいろんな作品の中から選ばれてとても嬉しいです。デザインのコンセプトはなるべく日本と科学がごちゃ混ぜにならないようにちゃんと分かるようにっていうのを意識して作りました。科学を大きくしたかったので、桜を本当にちょっとずつだけ入れて、でも主張はもうちょい強くしたいなとか思って、枠の方をピンクにしたりとかでいろいろ工夫して桜を強くしました。この手ぬぐいを使っていろんな国の人々とコミュニケーションを取ってほしいなって思ってます。また弘前大学では今回初めて6月1日と2日の2日間第56回国際科学オリンピックサウジアラビア大会に出場する4名の日本代表生徒のための特別訓練を実施しました。合宿形式で行うことで生徒間の交流を深め、大会で出題される日本の高校教育のレベルを超えた内容の実験課題に対応するための技術や考え方の習得を目指しています。自分としてはものすごいなんか課題とか難しかったり、他のなんか代表生徒とかのレベル感を見てなんかちょっと打ちのめされるところもあるんですけど、なんかいい刺激だなって思って楽しめたらなって思います。まあ、金メダルを遂げるようもっと力をつけて本番に全力でぶつかりたいと思います。いろいろな先生方とかに支えられて
いると思うので、自分の全力を出し切って、まあ、頑張りたいと思います。国際科学オリンピックに出るからにはちゃん、まあ、その代表4人に選ばれるってこと自体が結構貴重な機会だと思うので、それを生かしてできるだけ、まあ、いい結果、まあ、願わくば金とか取れたらいいなと思っています。